まあ、自学自習する上で、あの参考書でやる上でっていうので、その役立つ情報が結構あるんで、まずそのこれはどこかにまとまっているページとかはありませんかと。いい質問ですね。ありますね、はい、ありますよね。武田塾チャンネル。もう12月か、年末か、うん、ね、最後の追い込みの時間ですね。もう、はい、みんな焦ってますね、うん、はい、だからもね、最後だからこそ後悔ないようにね、はい、しっかりやりきって、はい、もう完全燃焼して受験を終わらせてほしいですよね。そうですね、僕もここから逆転したんで、うん、まだみんな諦めなよ、はい、そうですね、はい、ぜひ。でもしね、最後何やるか悩んでるようであれば、うん、ぜひ相談してもらえればと思いますので、はい、そんな受験生の相談に答えるこの番組は、はい、受験相談 SOS。はい、先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、うん、中森先生がやっている大学別対策動画で、はいはい、自分の志望大学を探すのが大変です、これはどこかにまとまっているページとかはありませんかと。いい質問ですね。ありますね、はい、ありますよね。そう、これあの武田塾チャンネル探すと結構大変なんですよ実際。確かに、うん、動画いっぱいあるんで。そうですね。で、それ専用のサイトを実は作ってまして、お、あの、なんて名前、参考書だけで大学合格 .com っていうサイトなんですけど、いい名前ですね、うん。あの結構やっぱ最近その〇〇大学ってどこまでやりゃいいですかみたいなこう質問って増えてきてるんで、うん、はい、まあ、これ見てくれれば結構な大学がそのどのレベルまでどの科目はいるよっていうのを言ってるんで、ぜひこれを参考にしてほしいっていうふうに思うんですよね、はい、うん、あの赤本とか見ればね、レベルとかも結構さ、あの作品のページとかにも書いてあったりするんだけど、はい、あの対策動画はどっちかっていうとそのレベルとかの話は結構赤本とか見ても同じようなこと入っていってんじゃないのみたいなことを結構見たら思うと思うんですけど、はい、まあ、それ大差、そんなめちゃめちゃ変わったら変なんで逆に。そうですね。それプラス、そのじゃあその対策にはどういう参考書を使えばいいのとか、どういうことを意識してやればいいのみたいなことを話してるんで、はい、まあ、自学自習する上で、あの参考書でやる上でっていうので、その役立つ情報が結構あるんで、うん、まずその志望校決まった時点で自分のレベルどこまでやればいいのかなって知りたかったら、まずこれを見てもらうといいと思うんですよね。なるほど。はい、でその参考書だけ大学合格 .com だと、大学内だったり国立私立とか公立だったり地域とかで探すことになってるんで、検索できるんですね。そう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 、いいですね。それを元にね見てくれると、まあ、ここからの時期ね、やっぱ過去問とかも結構やってくることが多いと思うんで、はい、例えば過去問解いてみて、もしかしたら解く前にどんな感じでやっていけばいいのかなとか、今の自分のレベルだとどうなのかな、足りてんのかな、まだなのかなとか、ここから受験勉強始めるんだけどどうしたらいいのかなみたいな、そういう指針を立てるのに結構役立つかなと思うんで、まあ、ここからね、またあの今結構またいっぱい撮影してるんですけど、あの大学も増やしたりとか、ね、最新年度版の情報を追加したりもやっていこうと思いますのでね。これはおすすめですね、はい、皆さん検索しましょう、はい、参考書だけで大学合格 .com と、はい、URL をね、あの編集の方々が出してくれると思っているんで、それを調べてもらえればと思いますけれども、はい、はい、ですね、はい、今回の質問は以上です。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。